先場所12勝3敗で優勝を果たしました阿炎、今場所は東前頭の3枚目。先場所も突きが冴えていましたが、今場所はさらに磨きがかかっているような感じがします。なんかこう優勝してですね、なんかこう阿炎の力強さが増してきたんじゃないかなという場所ですね。阿炎の大応援団がいます。またこの相撲が派手と言いますか、はい華やかな相撲ですからね。そうですね、一気に押し出したりとかですね、もう本当この阿炎は動きのある速い相撲ですね、見れますんで、見てる方もですね、こうワクワクしてくれる、何かやってくれるんじゃないかなっていうですね。そうですね、はい、そういう期待感はどうでしょう、グッズの売り上げには。いや、もうすごい優勝効果もありますし、優勝効果あるんですね、はい、やはりこの阿炎のですね、応援タオル、応援うちは、はい、本当にこのありがとうございます、はい、すごいですよ。そして次々にヒーローが出てくると、はい、それだけ、ね、いろんなものが売れてくる。そうなんですよ、先場所優勝したよねって言ってですね、僕は大丈夫で買う方と、先ほどあの福島から来たよみたいなこともありましたし、よく会話をされてる。あのレジの方でですね、はい、今日言われたのがですね、福島から来てるからちょっと負けてよっていうふうに言われたんですけども、うん、僕がですね、個人で販売してるんであればですね、負けたいんですけども、ちょっとそちらの方がですね、できなくて申し訳ありません。その時は、はい、まあでもその会話を楽しめる。そうですね、はい、どっからですかって。あと最近思うのがですね、はい、海外のお客様がすごい多くて。そうですか、はい、なんで結構もうこの、英語で対応するわけでもなく、あ、わけじゃないんで、わけじゃないんで、今英語で対応するのかと思ったら、ね、対応する感じじゃないですけども、はい、ちょっとこう見せてですね、はい、値段を見せて、はい、はい、Thank you と、はい、Have a nice day だけはちゃんと言わせていただきます。そうですか。そうですか、外国の方ももうだいぶ戻って。いや、多いですよ、本当に最近海外の方多いです。良かったですね。なんか本当にこう日常が戻ってきたなっていう感じが、そうお話伺っていても思いますよね、はい、さあ今場所の優勝争いの鍵を握る大事な一番、もう6日目で見るのはもったいない気もするんですが。そうですね、先場所はもう本当にこの優勝決定戦ですからね、はい、ちょっと早いなというのもあるかもしれないですけど、貴景勝としましては、はい、もうとにかくこのところ阿炎に勝てていないという、どういう風にですね、うん、か今場所阿炎が負けたっていうそのデータがないじゃないですか、今場所連勝してるんで、なんで今場所どうやったら勝てるのかなって言えれば、そう見返せばですね、うん、あ、こういう時ここで負けたんだっていうのがあるんですけども、そういうデータも今場所ありませんので。そうですね、はい、優勝決定戦の時は貴景勝が少しこう思い切り当たれなかった。そうですね、それはもう自分のこう勝手な見解なんですけども、はい、土俵下でこの高安と阿炎が、阿炎の変化を見てますんで。そうですね、はい、変化したするのかなと、どこか心の奥にあったんじゃないかなと。なるほど、はい、思いますけども、今場所はですね、思い切ってですね、前に出てくるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、本当に阿炎がですね、何するか分かりませんから。そうですね、阿炎が手を伸ばして自分の距離を保つことができるのか、それとも貴景勝が近づいて自分の前で相撲を取れるのか。優勝決定戦を含めれば阿炎が6勝、貴景勝2勝という対戦成績。もう全勝は阿炎だけです。手を伸ばす、貴景勝下がらない、貴景勝押していく、貴景勝大関の意地、阿炎を破りました。全勝が消えました。いや、貴景勝はやっぱり気持ちが強いですね。そうですね、これこれしますね、かっこいいですね、はい、27本の懸賞を使っていました貴景勝が手にしています。押し出して貴景勝の勝ち。阿炎がついていきましたが、貴景勝がそれを残して逆に押し返して、貴景勝が一敗を守りました。阿炎を引きずり下ろしています。
弓取り式は里の富士であります。改めて立ち合いから見てみましょう、はい、この突きに下がりませんでした。下がりませんね。でもなんかこうなんて言うんでしょう、まあ、先場所の意地というか、うん、まあ、悔しさというかですね、もう今日はとにかく前に攻めてやろうというこの大関の、はい、なんか気持ちが伝わる一番でしたね。そうですね、この左から突き上げますと阿炎が土俵の外へ、うん、はい、いやー貴景勝すごいです、うん、